どうも、遊びのスペシャリスト、ドナイ山本です。今日はね、この遊びのスペシャリスト、ドナイ山本がみんなにコスパのいい趣味、悪い趣味、3選っていうのをね、紹介していきたいと思います。やっぱこれからの日本はね、どんどんね、もう不景気になってくるよ。税金も上がるしね、もう少子化でね、どんどん日本の人口も減ってって、この日本という国はね、人口が増え続けることを前提とした社会的システムがいっぱいあるのに、少子化なんだからもうおしまいだ。だからね、やっぱお金もね、どんどん減ってくる。みんなのお賃金もね、どんどんね、減ってくる。ね、もうお賃金足りなくなっちゃうから、やっぱりね、コスパの悪い趣味をね、ばっかやってたら、持たないと思うんだよね。コスパのいい趣味をね、持ちましょう。というわけで、コスパのいい趣味3選からね、まず紹介していきます。はい。まず1つ目がね、読書です。はい。読書はね、本当にコスパのいい趣味よ。どこでもできるしね。本一冊買うのにさ、まあ、でっかいやつでもさ、1000円、2000円ぐらい、文庫だともっと少ない。そういうやつで、だいたい本って一冊読み終えるのに、どのぐらいかかりますか？だいたいね、まあ、最初から最後までぶっ通しで読んだとして、7、8時間ぐらいかかると思うのよ、一つの本だと。だいたい文庫で300ページ、400ページぐらいあるじゃないですか。だいたい一つの物語って。やっぱね、だから、7、8時間ぐらいで、文庫本だと、まあ、高くて700円、800円。ブックオフとかで買ったらもう200円ぐらい。そんぐらいの値段でね、7、8時間遊べる。めちゃくちゃコスパがいい。というわけで、やっぱ読書しましょう、皆さん。ね、何でもいいです。本ならば。物語、小説でもいいしね。なんか、実用書でもいいし。やっぱね、しかも読書っていうのはね、やっぱ、何にするにしても役に立ちますよ。やっぱり文字を読むということはね、大切です。最近みんなさ、インターネットでさ、ツイッターとかでさ、140文字以内の文章とかさ、なんかの掲示板のまとめサイトとかでなんか、ね、短い文章のね、そういうのしか読めないとか、やっぱそういう日本人増えてんの。やっぱりね、活字をね、長い文章を読む力がないと、どの仕事やってもね、無理よ。だから読書ってのは大事です。あとね、まあ僕みたいなね、こういったなんか動画投稿している人間はね、ほんと読書大事ですよ。特に僕なんかほとんど編集もしないでさ、もう画面の前で立ってペチャペチャ喋ってるだけなんだから、やっぱ知識がものを言うわけで、こんな僕に必要なのはね、かっこいい機材でも編集技術でもない、いっぱい話せる知識なんだ。だからそういうのためにもやっぱ読書っていうのはね、本当にね、大事。安いし自分のためにもなる。こんなに素晴らしい趣味ないです。だから皆さん、読書しましょう。僕のお父さんもね、よく言ってましたよ、昔から読書は大事だって。あと僕もね、本当読書を昔からしていたおかげでね、現代文とかめちゃくちゃね、成績良かったですから、もうほぼね、勉強しなくてセンター試験の現代文は僕満点取ってましたよ、本当に。満点取ってました。あとはね、新聞とかね、新聞とか読んでましたから、やっぱそういったところの成績も良かったしね、読書するにしては、こうやって勉強に限らず、やっぱ人としての深みが増します、読書っていうのは。だからね、みんな騙されたと思って読書してみな。なんか途中ちょっと自慢みたいになっちゃって、本当申し訳ないんですけど、読書は大事です。でね、コスパのいい趣味、二つ目はですね、ゲームです。読書で散々ためになるとか言ってくるんだから、ゲームかよって思うかもしれないけど、ゲームほどね、コスパのいい趣味ね、ないっすよ、読書と並ぶ。僕この前までさ、ドラクエ11やってたって話なんかしたかもしれないんだけど、僕ね、ドラクエ11、今でも130時間ぐらいプレイしてます。130時間プレイしてます。で、ドラクエ11のソフトが大体、まあ、僕結構ちょっと特典ついてる使ったんで、7、8000円ぐらいしたんだけど、7、8000円で120分ですよ。すごくないですか？120時間ですよ。120、30時間ですよ。すごくないですか？こんなにコスパのいい趣味ない。もうね、やっぱゲームってのは大事だよ、本当に。ちょっとソフト買うだけで、そのずっとね、やり込み、自分の工夫してでいくらでもね、楽しめるんだから、やっぱゲームバカにしちゃいけない。ね。これがゲームセンターとかに行ったらさ、なんか一回一回やるたびにお金ちゃんちゃんって入れたり、UFO キャッチャーで、あー取れないってたびに、ちゃんちゃんってやったりしなきゃいけないんだから、それに比べたら、ね、ゲームはね、もうドラクエ11はちょっとスイッチの特典のやつが高いんだけど、他のやつ、大抵のゲームソフト今5000円ぐらいかな。5000円で100時間ぐらい遊べるものがいっぱいあるんだから、それに比べてね、飲み会は良くないね。飲み会は良くないね、本当に。飲み会はさ、あれ2時間いるのにさ、なんか5、6000円かかるんでしょ？それに比べてゲームは120時間で5000円なんだから。飲み会とゲーム、どっちやりますか？だから皆さんね、飲み会誘われたらね、ちょっとゲームあるんで帰りますって言いましょう。で、ゲームかよって言われたら、このね、どっちがコスパいいのかって力説したらね、帰れるから。だからね、ゲームは素晴らしい。で、次の趣味ね。コスパのいい趣味。
3選。3つ目は、動画投稿です。はい、今僕がやってる、まさにこれ。これはね、本当にコスパのいい趣味ですよ。うん。まずね、自分の生活にメリハリがつきます。うん。これをね、僕毎日投稿してんだけど、やっぱこれをやることによってね、メリハリがつきます。うん。それにね、お金かかんねえから。うん。YouTube に投稿するのって。マジでお金かかんねえから。よくさ、YouTube 始めるとなったらさ、さっきも話したけど、なんか機材買って、照明買って、なんだとか言う人いるかもしれないけど、俺なんかね、もう、スマートフォン一つに、あと、まあ、1000円ちょいのしょうもない三脚。これしか買ってないんだから。ね。これで、登録者も2000人超えてて、まあ、月にね、コンスタントにね、まあ、お小遣いが入ってくるようになってるんですよ。こんなにね、コスパのいい趣味ありません。うん。だからみんなもね、YouTube 始めましょうよ。ね。俺みたいにさ。はい。というわけでね、コスパのいい趣味、3つ紹介しました。次はね、コスパの悪い趣味3つね、紹介していこうかなと思います。はい。さっき飲み会って言ったけど、飲み会は趣味じゃない。あれは苦行だから、ちょっと除外してね。趣味ね。みんなが楽しいと思ってるであろう。コスパの悪い趣味、3選。まず1つ目。それはね、カラオケです。うん。カラオケはね、本当にコスパ悪いよ、あれ。マジで。もうさ、なんかドリンクとかもさ、つけられるしさ、なんか頼まないといけないしさ、もう30分でさ、なんか2、300円ぐらいかかるんでしょ、あれ。ね。都会だと。それにね、土日とかに、みんな大抵土日休みだからさ、土日とかに行ったらさ、さらに割増しでさ、本当にね、あれはね、コスパが悪いよ。もう1日いいもんなら何千円飛ぶことか。うん。このチャンネル見てくれてた人はわかると思うんだけどさ、K チャンネル忘年会っていう生配信やったんですけど、まあ見てくれてた人もね、もしかしたらいるかもしれない。ちょっとアーカイブ残ってるから、まあ見ても見なくてもいいや。うん。あれね、12月30日に渋谷にあるね、某カラオケ店でね、撮ったんですけど、その時にね、他の動画もいっぱい撮ったんで、なかなかね、渋谷でさ、そんな何人かで集まって動画撮れる場所ないから、やっぱカラオケボックスぐらいしかないんだけど、12月30日のね、夜6時半ぐらいから4時間でね、撮ったんですよ。いくらかかったと思いますか？5人で入って、2万4000円かかりました。うん。まあ、時期も悪いし、時間も悪いから、しょうがないんだけどね、こんなにね、もうコスパの悪いことないですよ。まあ、カラオケ入って歌ってはないし、動画撮っただけなんだけど、まあ、そういうことだから、ね、カラオケボックスに入るってことは。うん。本当にね、よくないですよ。だって歌なんてね、なんで金払わないと歌歌えないんだって。うん。別に歌なんて今俺ここで歌ってもいいんだから。俺がここで歌歌ったらお金かかんねえんだから。ね。だから、カラオケに行かないで自分の部屋でね、歌歌いましょう。うん。で、近所迷惑だって言うんだったら、布団にこもって歌歌えばいいから。ね。まあ、そういうことぐらいして、工夫してね、これから来る不景気にね、備えようぜ。はい。でね、コスパの悪い趣味。次、2つ目はね、映画です。うん。映画館に行って映画を見ること。これは本当にね、コスパが悪いよ。だってさ、1回映画見るのにさ、いくらかかると思うのよ。ね。まず入場料が1800円とか1900円かかるでしょ。で、さらにさ、まあ、ポップコーン買わないといけないじゃん。で、コーラとかも買わないといけないじゃん。で、これ合わせたらね、まあ、1本の映画見るのに大体賞味3000円かかるの見ていいよ。高え。マジで高い。昔映画ってもっと安かったよ。うん。だからね、映画館で映画見るのはね、本当にね、コスパが悪いっすね。うん。やっぱ Amazon プライムとかさ、スタイで借りたりとかさ、それで見た方がいいね。まあもちろん映画館で見る、そのね、臨場感とかが好きって人いるかもしれないけど、あれ、その贅沢だから。臨場感とかの贅沢だから。ね、あれグリーン車みたいなもん。ね。普通車は、自分の部屋で見る Amazon プライムね。うん。で、グリーン車が映画館で見るね、映画。そう考えたらいい。ね。移動の時みんな毎回、グリーン車乗ってますか？乗ってないよね。うん。だから、やっぱりね、普通車でのね、満足できるようになりましょう。うん。映画は本当にね、コスパ悪すぎます。高すぎです、最近。うん。だからね、ちょっと映画はね、良くないと思うな。まあ、去年はね、僕映画館で大体まあ20回ぐらい行ってんだけどね。うん。僕映画をね、20回見てるからこそ、映画がコスパが悪いということをね、知っている。うん。映画はね、贅沢品です。うん。まあ、行くんだろうけど。はい。でね、コスパの悪い趣味。3つ目はね、ディズニーです。これだよ！もうディズニーだよ！一番やばいのが。本当にね、こんなにコスパの悪いもんないよ。な？ディズニー。まずなんか入るのにさ、もうなんか何千、うん千円かかってさ、で、それでなんか並びまくってさ、で、なんだなんかアトラクションとか一瞬で終わってさ、で、さらになんか中に入ったらなんかぼったくりみたいなレストランしかねえんだろ？あれな。で、なんか着ぐるみ見てワキャワキャワキャ言ってね。うん。あれがね、一番良くない。うん。あれ宗教だから、ディズニーっつうのは。
ディズニー好きな人はみんなディズニー好きだと思ってる。それでね、俺らをね巻き込む。これ宗教勧誘ってやってること一緒ですからね。だからディズニーはね、もうお金もかかるし体力も削られるし、もう何がいいのかはわからない、ディズニーなんか行くもんじゃない。あんなね、コスパとかそういう問題じゃなくてね、あれダメです、あれディズニー行くのはね。だからね、皆さんもね、ディズニー行ってね、夜景を見たいぐらいだったらね、大井競馬場に行ってね、あのイルミネーション見ましょうね。ディズニーに入るのにはもう運転かかるけど、大井競馬場入るのは200円で入れるから、もうこれだけで全然違うよね。もうディズニーはコスパが悪いです、本当にね、やめましょう。というわけでね、コスパのいい趣味、悪い趣味ね、3つ言いました。まあだから、読書、ゲーム、動画投稿はいいですね。で、カラオケと映画とディズニーはダメです。